こんにちは、おはようございます、こんばんは、ハトコマです。今日も海外のフィットネスを皆さんと一緒に共有していこうと思うんだけれども、毎日ねセミが鳴いていて夏を感じておりますが、皆さんも感じておりますでしょうか。3連休も間の日ということで、今日はタンパプロオープンボディビルが行われておりました。タンパプロ、今回はね有名な選手がどのカテゴリーも出ていたんだけど、このオープンボディビルは昨年のオリンピア上位選手とか、名前が売れているような選手とか、トップ選手がとにかく出るということで一番注目されていたんではないでしょうか。その結果をね今日はみんなと一緒に見ていきたいなって思うんですが、皆様ぜひね今日のコメント欄、この結果についてどうだったか書いてください。ということで、まずはですね、これ5位から8位の、画像になります。左から8位だったドリアン・ヘイウッド、その隣が5位だったモハメド・シャバーン、その隣が韓国6位だったリー・スンチュル、一番右が7位だったジョエル・トーマスです。ジョエル・トーマスに関しては、前々回かその前の動画で肩と腕が非常にね、でかくて、体の厚みもあって、8位以内に入ったらいいなーなんて言っていた選手なので、まあ、今回7位に入って個人的には満足です。で、5位だったモハメド・シャバーンですね。今回5位に入ったので、ポイントまたもらいました。なかなか優勝してオリンピアは決めれませんが、ポイントでは現在、首位になってます。首位だったね、モハメド・エレーマンが今回9位ということで、ポイント取れなかったので、このままいけば、90% ぐらいの確率で、モハメド・シャバーンに関してはオリンピア出れるとは思いますが、今回まずこの5位から8位に関しては、総じてコンディションは甘めだったかなって思います。6位だった韓国のリースンチュールもそうだし、ジョエル・トーマスとかもハムケツ見ると結構甘く見えたりする。まあ画像判断なんで、またちょっと変わるかもしれませんが、ただこう、モハメド・シャバーンのね、全身のバランスだったり、まあどこ見てもでかいし、筋肉のボリュームもすごい。で、リースンチュールなんかは、肩と腕はね、本当に太くてでかいんだけど、ただまあ、リースンチュールに関しては、まだこう、オープンボディビルトップクラスと戦うにはサイズが足らないかなっていうところですね。昨年はオリンピア出ましたが、今年はちょっと厳しいかもしれない。あと2大会とアーノルドしかないんですよ。で、アーノルドに関しては、もう正直ね、リースンチュール出るんですけど、ウィリアム・ポナクもいるし、ローリー・ウィンクラーとか、ニック・ウォーカーとか、マックス・チャールズとか、トップ選手が本当に多いので、ここで優勝するのはほぼ不可能に近いと思います。って考えるとまあ今年は難しいと思うので、まあここからさらにサイズがついてきてね、来年、再来年ってところで楽しみにしたいなって思うんですが、で、ここからがトップ4になります。ラインナップ的には、左からマックス・チャールズ、イアン・バリエール、フィリップ・クラハール、チャールズ・グリフィンでした。右から2番目のフィリップだけちょっと意外だったんですけれども、この人はね、前回の動画で紹介した47歳のオープンボディービルダーです。オープンボディービルダーの中では、かなり年齢の高い選手になります。で、この人がね、準優勝したんですけども、結果先に言っちゃうとね、びっくりしました。優勝してもおかしくなかったけど、本当にすごいと思う。前回のタンパプロ4位だったんですが、年を取って、なお順位を上げてくるかというね、で、完成度も本当にすごいしさ、年齢はただの数字っていうデキスター・ジャクソンの部類に間違いなくこの人も入るし、本当にね、誰よりもステージも楽しんでて、かっこよかったね。ロニー・コールマンみたいな動きもしていたりとかさ、かなり観客を沸かしたと思います。まあ、フィリップ・クラハールの話もっとしたいんだけど、まずは4位から見ていきましょうか。4位だったのが一番左、マックス・チャールズです。スコアカードでは3位をつけた人もいたみたいですが、今回4位でした。ちょっとね、オリンピアがもう厳しくなってきてしまったマックスですが、シカゴプロと比べるとコンディションはハムケツ見ても改善はしてきてるかなと思いますし、ウエストの細さからのこの背中の広がり、特にバックラットスプレッドとか、バックダブルバイの時なんかは、かなりこの広がりっていうのは目立ちました。で、上半身は本当にだから、でかいしね、かっこいいんですけど、ポージングもリー・ヘイニーに見てもらってかなり改善されたしね。ただなんかこう、もうちょっと、個人的には力強さとか、アブドミナルサインした時もそうなんだけど、こう流れるようにポージングをしているがゆえに、なんかこう、オープンボディービルダーの持ってるなんかこう、パワーみたいなさ、中山きんに君さんみたいなこと言うけど、そういったものがあんまり、他の選手と比べるとなんか感じられなかったところもあったりして、で、3位だったのが一番右、チャールズ・グリフィンです。この人に関しては、もうただ一つですね、もう筋肉の、丸みっちゅうんすかね、ボリュームがすごい。とにかくすごい。ただちょっとこうウエストが太かったりとか、プロポーションっていうところで他の選手に比べると踊ってしまってるのかなって気はするんですが、ただ本当にね、このなんか筋肉量っつうのかな、フロントラットスプレッドの背中の広がりのこの鋭角さもすごいんだけどさ、逆三角形じゃなくてなんかもうひし形になってるんですよね。で、肩の丸みもそうだし、胸の横から見た時のボリュームもすごい。背中の厚みもすごい。本当になんか筋肉の詰め放題にって、詰めまくった感じ。プロポーションとかシルエットそんなものをとりあえず一回は気にせずに、ただもう筋肉量詰めるだけ詰めましたみたいな。で、まあ、2位だったのがさっきも話したフィリップ・クラハールです。47歳ですよ。
筋肉の上半身、特にこのメリハリとかに関しては本当にすごい完成されてると思います。背中の、まあそこもそうだけど、胸とか肩とか、肩と腕の境とか、本当にね、綺麗でかっこいい。ショーン・ローデンとかなんかそっちの類。ただまあちょっと年齢もあるからか、お腹周りの制御がちょっと弱かったりとか、あとは下半身ですね。ここが少し上半身に比べると細いので、全身を見た時に上半身のデカさに対して足が細く見えちゃう。この辺はちょっとアンバランスっていうか、まあイアン・バリエールなんかはかなりそこは整ってるかなと思ったので、そういうところで勝敗はついてしまったのかなって思うんですが、プレジャッジの画像だけ見ていた時はこの人優勝したんじゃないかって思ってました。で、優勝したのがイアン・バリエール。イアン・バリエールに関しては上半身と下半身、ここのバランスっていうのはかなり整ってるのかなって思うので、まあ、質感だったりね、コンディションっていうところはちょっと今回甘く感じました。それに関しては昨年のオリンピアよりも甘く感じたし、ニューヨークプロとかね、タンパプロの時みたいな、感じだったかなって思います。まあ、イアン・バリエールも結構コンディションにムラがある選手なので、まあ、今回はあまり良くない感じだったのかなっていうところですね。なので、まあ、そういう意味もあって今回またね、イアン・バリエールは優勝じゃないと誤審だみたいなね、審査員はイアンに甘すぎるみたいな声があるんですが、まあ、この後ちょっと1位だったイアン・バリエールと2位のフィリップ・クラハール、画像でね、ちょっと見比べてはみようと思うんですが、まあ、個人的にはイアン・バリエール非常に好きな選手でね、まあ、今回はフィリップ・クラハール勝ったかなって思ってたんですけど、ただまあ、全身のバランスだったりとか、コンディションもめちゃくちゃ甘いっていうわけでもないし、他の選手も本当極限まで絞り切ってるわけではないので、まあ、見比べていきましょう。まずですね、フロントラットスプレッド。ここに関しては、フィリップ・クラハール上半身のこのね、フロントラットスプレッドの綺麗な逆三角形、筋肉のボリューム、メリハリ、これはもうイアン・バリエールよりも優れてたかなって感じます。で、サイドチェストですね。ここに関しては、ちょっと下半身の細さっていうのが、フィリップはちょっと目立ったかなって。上半身は依然としてね、このメリハリっていうのはすごく綺麗で美しいんだけど、かたやイアン・バリエール、このポーズだけ見ると、ケツのストリエーションも入ってるし、横から見た時の足の太さと上半身の厚み、ここがバランス非常に取れてるかなって思います。で、サイドトライセプスですね。ここに関してはイアン・バリエール、まあ得意なのか、ウエストの鋭角さっていうのが非常に目立つのと、やっぱり下半身も太いから、もうどのポーズ見てもイアン・バリエール、バランスはいいんですよね。フィリップに関してはここちょっとお腹のコントロールが弱いからか出てしまっているように見えました。バックダブルバイ、ここに関して、上半身側ですね、それはもうフィリップ・クラハールが圧勝だと思います。下背部の厚みもそうだけどさ、本当にすごいよね。ただ下半身ここで、トータルバランスだけを見たらイアン・バリエールかな。シルエットだけを見たらイアンかなって感じです。で、モストマスキュラーですね。モストマスキュラー今回からイアン・バリエールちょっと変えてきて、こう片手を腰に添えるようなポージングにしているんだけれども、この辺に関しては個人的にはイアンの方が好きです。なので、まあ、総じて見ると、イアン・バリエールその誤審だみたいにまた言われてたりもしますが、結構ね、全体のトータルバランス、筋肉のつき方だったりっていうところ、まあ、コンディションはちょっと甘かったけど、まあ、イアン・バリエール、まあ優勝でもそんなにおかしな話ではないのかなって、まあ拮抗してたのかな今回はっていうふうに思いました。審査員は満場一致でイアン・バリエールを1位にはしていますが、その1位と2位の差っていうのは結構拮抗してたんじゃないかな。もうちょっとコンディションがイアン・バリエール甘かったらフィリップが勝った可能性あると思いますし、ということでね、まあ今回はイアン・バリエールが優勝してオリンピアを決めて、2年連続かなオリンピア出ます。今年はファーストコールということで、このコンディションこの体だとファーストコールは厳しいと思うけど、また昨年のオリンピアみたいなね体で出てくれば、それも不可能ではないと思うので、またそこら辺のアップデートはやっていきたいなと思います。少しでも面白かったためになったと思っていただけたら、高評価とチャンネル登録ボタンのクリック、チャンネル登録ボタンですね、下の方にあるのでぜひポチッと押してください。2回押すと解除になるんで、1回だけ押してね、そのままに、大事にそのままにしておいてください。皆様のチャンネル登録が動画作りの励みになるので、何卒お願いいたします。そして、インスタグラムもやっているので、ぜひフォローのほどよろしくお願いいたします。ではまた明日の動画で皆様お会いいたしましょう。ではバイチャ。